さあ、やってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはメーレーカーズよりですね。はい、グーメーターって、なんか小型トラック的な感じのやつでしたかね、だった気がするんだけど、気のせいかなと。あ、これもなんか尻尾振る系なんかな。あ、尻尾振る系のツムで、なんかミッションがあるスキルチケットのあのビンゴのやつがあるんだけど、それ、これ対象にならないかな。これ、何万点だったかな ?480 万点とか、尻尾振る系のツムでそこまでね、いけるようなツムがね、なかなかいないんで、これがそれの対象になるのであれば、結構、ゴールには近づくんじゃないかなと思うんだけどね。難しい、厳しいところかな。さあ、もう一回振りましょう。ブルン。でもな、尻尾じゃねえもんな。これなんだっけ、あの、なんか、車とかをつないで運ぶための紐、ケーブルって言ったらいいのかなだと思うから。まあ、さすがにそういう扱いにはならないんじゃないかな。難しいところかな。いやー、それにしてもね。まあ、これを収録してるのがまだね、3月なんだけど、多分出てくる頃にはもう4月、どのくらいになってるんだろうね。もう陽気ポッカポッカなんだけど、3月って微妙な季節だよね。まだまだそのコートがいるのかいらないのかっていうところの、日によっては寒かったりとかしますし、日によってはね、コート持ってきたけど、いらなくら暑いっていう時もあるから、まあね、ちょっと不安定な感じがしますよね。情緒不安定って、人に使うものでは、季節に使うものじゃないけど、シュスン。はい、エリザベススワン。はい。モカちゃんじゃなくて何だったっけ、このユニビアシティの、でもすごいな、さりげなく1000コインを超えてましたね。はい、ということで、メーターさんでございました。またお会いしましょう。次回バイバイ。